今からですね、キョウスケくんのヒーロー占い。この番組の中で一番人気のコーナーでございます。はい、はい、それではキョウスケくんがラジオの方に、占いをしますので、キョウスケくんお願いいたします。トーン、みんな待たせたな。今回もゲストの笑顔を守るために俺様が占ってやるぜ。行くぞ。ゲストの明日の運勢は代表ゲストは赤鬼怪人モモタロスに襲われるから気をつけろ。ラッキーアイテムは時の列車デンライナー。時計の数字が全てゾロ目になった時にどこから扉を開けたら入ることができるぞ。ラッキーカラーはシルバー。特にシルバーのベルトを見かけるといいことが起きるかもしれない。俺三十。以上、ゲストさんに幸あれ。それではまた会おう。さらばだ。トゥ。はい、ありがとうございます。ちょっと待って、はい、なんで毎回大凶なの。だってもうちゃんと占ってますもん。いろんなタロット系だろう、うん、なんかもういろいろ水晶系だろう、うん、占っても、うん、大凶。そして怪人のされるともう全部怪人のせいですもん。もう嬉しい。嬉しい言ってるで。ちょっと違う、知らない方は、いや違う、知らない方はじゃなくて、ちょっと待って、そのちょっと正そう、あ、言ってくださ、ま、怪人に襲われるぞ。嬉しい、うん、間違ってるよ人生間違ってるよ。おかしい。ラッキーアイテムは時の列車デンライナーです。デンライナーっていうなんかもう、うん、あの電車があるんですよ。まずちょっと待って、まず病院行こう。まず病院行こう。大丈夫治るから後で教えて。後で教えて、診察券作るから。わかります。そのデンライナーって言われてます。デンライナー、わかります。丁寧に言いますよ、デンライナー。はい、これ仮面ライダーなんですか。そうそう、そのとあるその、うん、この桃太郎に関わるライダー、デンを追いまして。見てました。本当に、うん、直せる時に。当時2007年です。じゃあもうか、小学校の時に見てたってことですか。13年前、あ、ってことは、はい、ちょっとドンピシャだったと。そう、あー、ドンピシャでしたね。あ、じゃあよかったよ、今日よかったよ。いや本当に似かなってますよ。キョトンとされるのに。いや本当によかったよかった。あと今日はダブルライダーでね、あのオープニングもなんか名乗り工場上げてたんですけど。あ、そうだそうだ、何でしたっけ。あのプロデューサーさんよりはね、シオリンライダーサイコパスです。あ、シオリンライダーサイコパス、それを見るためにカンペを見たってことですね。ちょっとじゃあダブルライダーってことはね、一緒にじゃあトーナねやってみましょうよ。なんか音だけで。ああ、名乗り工場、はい、じゃあお願いします。どうぞ。特撮色芸人京介トゥ。シオリンライダーサイコパストゥ。ダブルライダー剣山チャキン決まったぜ。うわー、すごい時間を無駄にしましたね笑いはいいんだ、笑顔をくれ笑いはいらない、笑顔が欲しいんだ私は。デンライナーっていうのはあって、まだ時を止めるっていうね。時を止める、あのタイムマシンみたいなんで、もう止まった、はい、いやいいですね。最後でえって私置いていかれたみたいなトーって言った後にね、借金ってしたかったのにね、変身ってやりたかったのに、ね、こうやりたかったんですよね、ポーズって。いやもうラジオなんでね、もうポーズ決まってますよ。はい、まあどうでもいいですよ、次行きましょう。ね、大丈夫ですか。大丈夫ですよ。はい、キョウスケ君ありがとうございます、はい、ね、サシあれって言って多分サチはないと思いますはい、あれ